港営業所港営業所跡地名古屋市営バス港名営業所は愛知県名古屋市港区港名一丁目に所在する名古屋市営バスの営業所である。主に港区の路線を担当している。かつて当地に存在した港営業所は名古屋臨海高速鉄道西名古屋高専開業に伴う港区内のバス路線規模縮小により2004年10月に一度廃止となった。 跡地には、2019年2月12日に、港名営業所が開設され、三重交通が、担当系統の運行を受託している。なお、港名営業所が開業するまで、上新営業所くすのき文書が、暫定的に、中川営業所主担当路線の、内港区役所発着の名駅19と境22のに系統を担当していた。かつては、 名古屋市電の港電車運輸事務所であり、廃止後にバス車庫に転用された。市電の車両庫はバスの日常検査用ピットとして使用していたが用途がなくなったため解体された。敷地内には鉄筋コンクリート作りの建物があり、そこに名古屋市営地下鉄名高線の変電所とバス乗務員の詰め所が併設されていた。かつての最寄りのバス停留所は、 港車庫前であった。三木築地1号京都名駅19号、京都名古屋駅から、泥港超交差点を右折、そのまま江川線を南下してお頭橋、そこから裏道を縫うようにして徐々に、中川運河の左岸に近づき、昭和京東海橋は中川運河の左岸を通る。その後、東海橋で、中川運河と別れ、港区役所を目指す路線である。 129。もともとは、中野橋から中川橋まで中川運河の左岸に沿って走っており、長い間中川橋の東詰めにある、名港線名港車庫の入り口のところにあった、中川京北という停留場を終点としていた。1996年の再編で経路が、名古屋港まで延長され、また車両も中型車へ変更された。 神経統番号採用時の再編で中川運河右岸を走っていた幹線18が経路変更で名古屋港へ乗り入れてくることになったため奇襲点が同じになるのを避けて港車小前駅となりその後中の本町に昭和橋を現行経路に変更2019年3月25日より八幡西通りから牛立町間の経路がこれまでの荒江町 八幡小学校経由から五女子、五女子二丁目経由となり、現在の経路に至る。ほぼ終日、毎時一本の運行。2018年9月より、港名営業所開設まで、暫定的に、楠木の書が副担当に加わっていた。開設と同時に、港名営業所に移管されている。栄二22号系統高畑18号、系統本系統は、 地下鉄高畑駅と港区役所の間を循環している。地下鉄だと、名古屋駅、坂江、金山を経由して大回りになるところを、ショートカットで結んでいるため利用者は、比較的多い。地下鉄高畑と港区役所を結ぶ系統としては、他に、高畑13、があるが、本系統の方が所要時間が短い。1998年に、 それまでの公共施設関連系統、中川区から六番町を再編し、りが新設されるが、その時は、高畑11を名乗っていた。2000年の再編で1998年の再編時に廃止された、旧中川区の区間を再び組み込み、中川区にとなり、2004年の再編で一般系統化され、系統番号が、高畑18となった。 競馬場中野新町は1998年の再編まで新体ヤが運行していた区間だった。幹線18の出入湖線で1日3便の運行であった。運行は檻が主体で、本は両回りとも平日と土曜の日中毎時1本のみと本数が少ない。檻は終日の運行で港区役所武道館地下鉄高畑は本を合わせて ほぼ毎時2本の運行。港区役所発着ではあるが、港名営業所開設当初は担当していなかった。2020年4月より、港名営業所に移管。東海11号系統9、118の支線。2004年までは、名工14を名乗っていた。118時代の本の経路は、全北町から名41や、 そこから名士国道で庄内川、新川を越え、南洋プールから北上して、東海12の経路をたどり、西茶屋層の手前で、現行経路と合流し、両茶橋までの運行であった。名港14となった時に、本は、サンビーチ、日光川泊まりとなったが、2004年に、東海2、名4国道の渋滞緩和のため南洋大橋が、架けられたことで、 同年の再編より、本は、港区役所、南洋大橋、南洋長領茶橋という経路になった。2014年6月に、両茶橋の開店場が廃止、同時にイオンモール、名古屋茶屋港内にバスターミナル、南洋交通広場が開設された関係で終点が、改められると同時に、現在の、本が新設され、元々の、本は、 南洋交通広場までに短縮され昼間時のみの運行となった。2015年4月に旧本が廃止され朝夜も本が運行されるようになった。昼間は本と市一それぞれ60分ごとずつ。本と市一合わせて1時間に2本の運行。2020年4月1日より港名営業所に移管。名校13号系統本は かつて、三木高畑一と一体化されており、地下鉄高畑まで運行されていた。同じ期終点を持つ、港巡回、より、所要時間が短く、約30分で、港区役所と宝浦島を結んでいる。1998年にお門見新高校で、分断された後、港営業所の担当路線となっていた。系統名に、名央が入っているが、本系統で、 名古屋港を発着する路線は減損しない。毎年7月に開催される港祭りの日に限り、築地口泊まりの臨時便が運行される。2019年2月12日より、港名営業所に移管された。2020年4月1日より、中川営業所が副担当から撤退し港名営業所の単独運行になる。日中における本は、 平日が30分ごと、土休日が60分ごとの運行で、朝夕は、本数が増える。市は朝と夜に数本のみ運行。三木名駅2号系統現在は上新営業所が、担当関月時1号系統なるお営業所に、移管された。戦術の通り現在では、港名営業所が担当となっている。名駅19号系統、中川営業所に移管された。 戦術の通り現在では、港名営業所が担当となっている。名駅27号系統現在は、三木名駅2号系統に統合栄二22号、系統、中川営業所に移管された。戦術の通り現在では、港名営業所が担当となっている。金山25号系統現在は、五基礎営業所が、担当6番11号系統現在は、 東海12号系統として中川営業所が担当。名校12号系統現在は、三木築地1号系統に統合名校13号、系統、中川営業所に移管された。戦術の通り現在では、港名営業所が担当している。名校14号系統現在は、東海11号系統として、港名営業所が担当名校15号系統現在は、 東海12号系統として中川営業所が担当厚田区系統地下鉄高畑、松葉公園前から太平通り号日々の神宮東門中川区2号系統現在は高畑18号系統として港名営業所が担当港区系統現在は港巡回系統として中川営業所が担当出入庫系統み。 港神宮東門港区役所神宮14号系統現在は、肝神宮1号系統に統合肝神宮1号系統現在は、中川営業所が、担当校営業所の跡地は、名古屋高速4号東海線の建設用地と、ドラッグストア、マンションに転用されている。また営業所跡地の一部は、港区役所発着路線のための展開場となっており、 約20台ほど駐車できるスペースを有する。展開場敷地に整備施設などを設置した上で、2019年2月12日に港名営業所が開設された。三重交通に管理を委託している。港名営業所は、車両留置と簡単な検査などが行える必要最低限の設備のみとなっており、給油や洗車は、 三重交通関連会社の名阪近鉄バス名古屋営業所で行っている。休行営業所では、いすず自動車東海の社員が、整備棟に事業所を置いて常駐していたため、いすず自動車製の車両で統一されていた。ただし、五基礎営業所が改修のため閉鎖された際には、他メーカーの車両も配属されていた。 100台以上が配置されて、市営バス有数の保有台数を誇る営業所であった。2019年2月に、港名営業所として14台を配置して、再稼働した。2020年4月に30台へ拡大している。2019年4月時点では、椅子自動車製の車両で、再び統一されており、大型バス9台と中型バス5台の配置となっている。 ありがとうございます。